ラパゴッド庭園ラパゴッドはフランスのパリ7区にある東洋風の建物。1895年に建築家アレクサンドル・マルセルが日光島将軍に着想を得て設計し、百貨店ボンマルシェの重役が妻の誕生日のプレゼントとして贈った。現在は映画館やイベント会場として使われている。映画館、庭及び建物の一部が フランスの歴史的建造物に指定されている。1895年、ボンマルシェの創業者一族で取締役であったフランソワ・エミール・モーランは、元女優で妻のアマンディーヌを喜ばせるために、当時流行していたジャポニスムを取り入れた、舞踏会用の建物を誕生日プレゼントとして贈ることを決め、アレクサンドル・マルセルに設計を依頼。マルセルは、日光東照宮を参考に、 独特な東洋イメージの建物を設計し、モーラン家の隣に翌年完成させた。装飾画や木彫りなど、建築部材の一部は日本からの輸入と言われているが、全体としては、西洋人の考えるオリエンタル風味の珍建築になっている。この豪華で、風変わりなプレゼントに喜んだ妻は、ここで、秀デる国の女王と富士山など、 東洋をテーマにした仮想パーティーを開いて楽しんだが、ほどなくして、パーティーで知り合った夫の共同経営者であるプラサールの息子と恋に落ち、夫と離婚して、若き恋人とアメリカへ行ってしまった。怒った夫は知人に売却し、その妻が1928年まで社交場として使用し、多くのパーティーを開催した。1931年に、壁や天井に、 日本的な文様が豪華に施された主室にスクリーンと座席が取り付けられ映画館としてオープンした。1956年にはアフケイの主導で独立系や芸術的な映画を主に上映する専門館になり、1973年に地下にもう一つ映写室が増設された。改装が進むのを恐れた所有者が申請し、1983年に庭が 1990年に建物が歴史的建造物に指定された。しばらく大手の映画会社が運営していたが、利益率が低いことを理由に、ラッパゴッドを含む5つの名画座の売却を発表。メディア業界に進出を考えていた投資会社が、職種を動かしたが、それを聞きつけた大手広告代理店パブリシスの創業者の孫娘で重役でもあるソフィー・デュラックが2001年に購入。 運営は、ソフィーの友人でもある映画人、ジョン・エノクシベールが行っている。ソフィーの購入理由は、幼い頃からこれらの古い名画座によく通っていて、思い出の映画館を経験のない人に渡したくなかったというものだとされている。これ以降、彼女自身も映画のプロデュースに進出している。現在は映画上映のほか、講演会やパーティー、展示会の場所として使用されている。 庭には、小さなカフェもある。モニュメンツイストリック、シネマラパゴージ、ミナステアデラカルジャイデラコミュニケーション、2013年11月23日、閲覧。ラパゴージチネマトレジャーズハットレスブローズ、ドミニク・パリ・ミステリー・イン・スライツ ISBN978 から28億4494万3408、バックセルズ、パリ・シネマズ・ツー・フレンチエアレス・スクリーン・デイリー。 ありがとうございます。